聞く甲斐カメルマガ2019年7月26日お楽しみ様です。一般社団法人甲斐カ GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう甲斐カより応援しています。本日の甲斐カメッセージ、声を荒げると周波数が下がるということが理解できないのですが、2名の方から関連したご質問をいただきました。以下ご質問です。 A さん、当方量子力学を研究しているものなんですが、声を荒げると周波数が下がるという点と、エネルギーが高くなると行動に変化を及ぼすという点が理解できないので、もう少しエビデンスに基づいて解説していただきたいです。あと、確率波の周波数を紐の揺れとして解釈するのはすごく新しいと思うのですが、それは誰かの研究で提案された新しい解釈なのでしょうか。少なくとも日本語または英語の文献ではそういう解釈を見たことがないので、そちらも紹介いただけますでしょうか。 B さん、量子力学を勉強したことありますか。おすすめの教科書を教えてほしいです。以下村松です。量子力学を研究されていらっしゃるとのこと、素晴らしいことですね。エネルギーが高くなると行動に変化を及ぼすという部分に関しては、琉球大学名誉教授 EM 菌でも有名な比嘉輝夫先生のご著書愛と微生物のすべてに、ゼロポイントフィールド側、比嘉先生は重力波とおっしゃっていますが、そちら側の最高振動数側につながると生命体とか物体にエネルギーを与えて組成化するということを伝えています。抽象度が高いですが、軽やかで明るく自分の生まれてきた目的に沿って行動が取れる、起きてすぐ次の行動に取れる、そのように行動に変化を及ぼすという感じです。声を荒げると周波数が下がるというのは、厳密には怒りのヘルツ自体が振動数が低く、声を荒げるということはフォトンの振動数が低い結果、その苛立ちを自分が外にぶつけた行為をしているということです。低いヘルツのフォトンを物質側の世界へ広げると、1、外界で低いヘルツで波打ち、それが物質化現象を起こす。2、低いヘルツのフォトン同士で共振引き寄せ合うという仕組みです。苛立ちや恨みのフォトンが何ヘルツ、幸せや喜びのフォトンが何ヘルツという数値でのエビデンスは私も見ていません。よく言う愛は 528Hz というのは、素粒子の振動数ではなくて音の振動数、空気を揺らす振動数です。厳密に言うと、愛はゼロポイントフィールドなので、素粒子ではないので、素粒子の振動数というものもないのですが、物質化現象に関しては、分かりやすいのは、ニュートンの現代物理学三大理論、造法第2版の84ページの図が分かりやすいです。観測するイコール光を当たると表現していますが、フォトンをぶつけている、意識をぶつけるということです。すると確率波、波動関数の2乗の値ですが、存在確率が1になるという感じです。また大阪大学の橋本浩二教授のご著書宇宙のすべてを支配する数式をパパに習ってみたの90ページに、波動関数を用いて実数と虚数の両方をうまいこと混ぜたら素粒子を見つけられる量になるという表現で、対生成、対消滅を表現しています。最後のご質問、確率波の周波数を紐の揺れとしているという部分は、ここも厳密に言うとメルマガで使っているイライラ 100Hz、幸せ 8000Hz というのは E イコール Hν の Hz であり、素粒子自体の振動数です。
エレクトロンボルトで表される紐の揺れ素粒子自体の振動数であって、確率波は波動関数の絶対値の2乗なので、素粒子自体の振動数のことは伝えていません。波動関数はすごく簡単に言うと、いつどこにいるかのようなものです。なので確率波と紐の揺れは別のことを言っています。わかりやすくするために細かいところは省きます。例えて言うと、 C さんが今イライラしている、今幸せ、今やる気満々というのが素粒子自体のヘルツのイメージで、 C さんが5時25分10秒東京都文京区白山にいる、23時11時11分5秒静岡県富士宮市小泉にいるというのを表現しているのが波動関数です。 B さんのご質問、量子力学を勉強したことありますか、おすすめの教科書を教えてほしいですとありました。ここは非常に難しいところですよね。岩波書房の書店のファインマン物理学、これを東京大学の理科一類時代に用いていました。中身はこんな感じです。工学部へ行ってから化学流体力学、有機電子論解説などの教科書を用いて、分子同士がどうやって結びつくかということをやっていました。ですが、ここは全く生き方論には関係ないです。私が量子力学を通して生き方論に生かしているのは、目の前のものはすべて素粒子でできていて、素粒子の特徴はこういうことがあるから、だからこういうふうにすれば目の前のものが変わるということです。あとは幼少期よりお寺が好きで仏教が好きで、両親がゲシュタルト心理学を通して対抗療法などを通して多くの方々の生き方を楽にしてきたところを子供の頃から見ていて、それをもっと見える化したいというところから、素粒子側、ゼロポイントフィールド側からお伝えさせてもらっているのが開花です。量子力学の教科書は微分積分ばかりでわけわかりません。私が文献として開花セミナーの元にしているのは以下です。アインシュタインなどはこちらの写真です。ニュートンで分かりやすいものがこちらの写真です。以上の本の中で開花の考え方と同じで、もっとエビデンスも載っているのがコスモス、アービン・ラズロー博士著、講談社、フィールド響き合う生命意識宇宙、リン・マクタガード著、河内書房新書ですが、理系の方でないと本を閉じたくなる箇所もあります。理系の方で哲学好きの人にはめちゃめちゃハマります。こちらの写真はフィールドのプロフィールです、プロローグです。今日のメルマガは明らかに心の動かないメルマガと自分でも思っています。作能的な説明も必要ですが、これでは人生動かないんですね。つまり量子力学を学ぶだけでも人生は動かず、その素粒子の仕組みを知って実際の日常を日々意識的に生きることができますか。そのことが重要で、そのことが自分自身を作っていきますね。作能的になると、私も文章を作る時間が長くなっていることに気づきました。面白いもんですね。もちろんエビデンスは重要です。そこから概念を練り上げ、自然界の状態、日常の人間関係、そこといかに重ね合わせるか、そこから練られたものが
一番人生を動かす、現象を動かしていきますね。ご質問ありがとうございました。いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。